21クラブ地図21クラブは、禁酒法時代の潜り酒場としてオープンしたレストラン。ニューヨーク市マンハッタン区西52丁目21番地に一致している。レストランは1922年にいとこであるチャック、クラインドラーとチャーリーバーンズの手によって、グリニッチビレッジの小さな潜り酒場、レッドヘッドとしてオープンした。1925年には場所をワシントンプレイスに移し、名前を フロントンに変更、その翌年には、西49丁目に移動、名前もパンチョンクラブに変更する。この時点でバーはかなり高級な場所となっていた。1929年、ロックフェラーセンター建設のため現在の店舗があるの52丁目に移動、名前をジャックチャーリーズ21に変更し、現在に至る。禁酒法時代には、 幾度となく警察の立ち入り捜査を受けたにもかかわらず、二人には一度たりとも逮捕歴がない。バーにはレバーを下げるだけで棚に置かれた酒のボトルを、シュートから死の下水システムに流すという巧妙なシステムが設置されていたため、厳しい捜査から逃れることができた。また、バーには秘密のワインセラーが存在しており、 隣の建物の地下に位置するそのセーラーには、レンガでできたドアからアクセスすることができた。このセラーは近年では20人まで収容可能なプライベートルームとして機能している。また21クラブは、多くのセレブリティがワインコレクションを備える場所としても知られており、ホード大統領やニクソン大統領、エリザベス・テイラー、ヒューエル・ケアリー、アイバン・ボスキー、ノードストローム姉妹、 フランクリン・ルーズベルト大統領以降のアメリカの大統領はジョージ・ W ・ブッシュ大統領を除いて全員クラブ21で食事をした経験がある。バーには2008年現在も多くのセレブリティが訪れている。クリスマスが近くなると常連客にはバーの紋章がプリントされた毎年デザインの違うスカーフが配られる。ノードストローム姉妹の一人シギー・ノードストロームはもらったスカーフを 数十枚コレクションしていた。2009年1月24日に夕食に訪れる男性客にネクタイ着用を義務づける規則がなくなった。しかし、ジャケット着用など他の規則は今も存在する。ありがとうございます。